UEFA ネーションズリーグ UNL の第2節が9日に各地で行われリーグ A グループ2ではフランス代表とベルギー代表が対戦試合は2対0でフランスが勝利しているイタリア代表に1対3とショッキングな逆転負けを喫したばかりのフランスはイタリア戦のメンバーから8人の先発メンバーを入れ替え 連勝を目指すベルギーに対して30分に FW コロムアニのゴールで先制すると、57分に FW ウスマンデンベレが追加点をダッシュして白星を収めた。試合後のインタビューに応じたベルギー代表指揮官のドメニコテデスコ監督は、25分で我々は敗れた。がっかりするのは当たり前だ。開始25分まであれだけの勇気があるなら、状況はコントロールできていたはずだ。 チャンスは3回あり、そのうちの1回は明確なゴールチャンスだったが、これはずっと続いている問題だと、課題感を口にしている。25分を過ぎたあたりから、プレッシングに問題が出てきた。立ち上がりはインテンシティがあったが、その後少しエッジがなくなった。前線で守れなかったし、我慢が足りなかった。リスクを犯しすぎた。また、フランスとの差について聞かれると、 他のチームを判断するのは難しい、としつつも、個々に差があるという見解を明かしている。フランスについて言えば彼らには違いを生み出す選手がいる。中盤の選手がボールを奪って前に出てくる。今日のレベルは少し高すぎた。